ハンジはこれまでどこを出歩いていたのだ。兄様の病に効く薬を探しておりました。まだラスターに未練があるのか。実の兄ですから。ハンジはこれからユルレの民を背負うかもしれぬ立場にあるものなのだぞ。それをフラフラと里を出ていくとは、己の立場を自覚することだ。ラスターは汝と共にユルレの民を背負うものと期待されてはいた。しかし病に侵された今、汝の連れ合いとしては不適格だ。連れ合いだって。ユーミルよ、なぜこの者たちがここにおるのだ。抜け出しただけではなく、このような者たちと行動を共にするとは。依頼を受けてるから仕方ないだろう。多めに見てくれるとありがたいんだがね。ナンジラは死の運び手だ。剣の切っ先のように触れる者すべての命を奪う。次は誰の命を奪うつもりなのだ。あなたや里の者に危害を加えるつもりはありません。ここにいるユーミルがシュバルツの連れ合いとなることを認めればですが。なんだと。オサの候補となりうる者は他にもいるでしょう。ですが世界を救える者はユーミルを置いて他にはおりません。柱の乙女というやつか。何時の下から生まれた出任せでないと言い切れるのか。セラの民が滅んだことが証拠にはなりませんか。好きにすればよい。だが覚えておくことだ。神の名を語る何時にもたらされるのは光ではなく闇であること。覚えておきましょう。さあ行きますよ、ユーミル。はい、失礼いたします。兄様、ご気分はいかがですか。今日はだいぶいいよ。久しぶりにお前の顔を見れたからね。私も兄様にお会いできて嬉しいです。あなた方がユーミルの手伝いをしてくださっているとか。すみません、大人数で押しかけてしまって。いえ、気にしないでください。このような手狭な部屋でおもてなしもできず、こちらこそすみません。気にすんな。別にもてなしてもらいたくて来たわけじゃねえからな。そうですか。アリ様、もう少しだけお待ちください。まだ素材は一つだけですが、必ず残りの素材も探し出してみせます。一つでも十分。わずかに差し込んだ光が今は俺にもはっきりと見えるようになった。これからも険しい道のりが待つだろうが、俺たちの未来のために頼んだぞ。どうかユーミルのことよろしくお願いいたします。ああ、頼まれなくてもよろしくやってやるよ。本当のことだろ。言ってやったらどうだ。俺たちのことをな。
ユミル、一体何のことなんだ。それは…アニ様、ダナウス様から素材のことについて何か伺ってませんか。まだダナウス様にお会いしていないのか。先にアニ様にご報告してからと思いまして。ならば、ダナウス様のもとへすぐに向かってくれ。素材について分かったことがあるらしいのだ。本当ですか。それではすぐに向かいます。俺としてはもう少しゆっくりしてもらいたいが。私もです。ですが、アニ様のご病状を思うと。そうだな。全ては俺のため。お前の気持ちに応えるためにも。病が治ったその時には。すまないな、引き止めてしまって。さあ、ダナオス様のもとへ向かってくれ。すぐに戻ります。ああ。さてと、そろそろそのダナオスってやつのところに案内してもらおうか。はい、こちらです。ダナウス様は素材のある場所をご存知なのか。さあな、わしの知るところではない。幼い頃、あの中にいた女を見たことがある。イデオン、あいつらのことで何か聞いてることはないか。お前も森人であれば聞いたことがあるだろう。柱の乙女とやらの話はな、どうやらお前の妹がそうらしい。なんだと。なぜユーミルが。ユーミルは俺と。あまり生きり立たぬことだ。病に倒れればそれまで。わしもダノオスのところへ向かう。素材が揃うまで養生しておくことだ。ユーミル。ユーミルか、よく来てくれたね。皆様もよくおいでくださいました。久しぶりだな。ジェイナス殿もお変わりなく。いやいや、だいぶ老け込んじまったさ。今じゃこんなでかいのがいるくらいだからな。こちらはご子息でしたか。そう考えると時が経つのは早いものですね。思い出話は後にしてくれ。こいつに何か話があるんだろう。あなたは。いえ、そうでしたね。思い出話はまた今度にしましょう。ユーミル、コサマテリアは手に入れたのだね。はい、ここにございます。ですが、残りの素材についてはそのことなのだが、私もあれからいろいろと調べてみたのだよ。そこでいくつか分かったことがあってね。では、素材の場所が分かったのですか。ああ、霧氷の霊水と虹の雫についてはね。森人の文献にはそのようなことも記されているのですか。それは聞かないでほしい。私も立場というものがありますので。あれから出世したのか。年相応にはでしょうか。私の一族の事情はご存知でしょ。これでも出世頭でしてね。本来は私などではなく、ダナウス様が長の候補になられるべきなのに。
いいのですよ。私には裏方が性に合っているのでね。皆の力になれるだけで本望です。もしあなたが長になるようなことがあれば、全力でサポートさせてもらいます。今していることがその手助けになるのであればいいのだけれどね。手助けになるだなんて、兄ともどもご迷惑をおかけするばかりで。そう思うならぜひラスターを助けてあげてください。はい。さて、肝心の素材についてですが、霧氷の霊水はペンディアスにあります。ネナンの雪化粧を抜けると湖があり、その湖を満たすものこそ霧氷の霊水です。ネナンの雪化粧でしたら存じておりますですが。魔物がいるのね。はい、あの森に立ち入って戻った者はほとんどおりません。ですから霧氷の霊水のことも知られていないのでしょう。ネナンの雪化粧はアグネー雪原を抜けて南に進んだところにあります。大きな森ですからすぐに見つけられると思います。そっちは問題ねえな。魔物ならぶっ殺せばいいだけだ。虹の雫はどこにあるの？虹の雫は、こちらは少々複雑な事情がありまして、リシェスの民が何かご存知かもしれません。確かにそいつは少しばかり厄介だな。だがまあそいつは何とかするとして、あとはミーティア鉱石がどこにあるかだな。そのことなのですが、あなた方が住まわれている町には名をゴードンと申しましたか。とても優秀な鍛冶師がいるとか。ああ、あの親父か。確かにいるが、優れた鍛冶師は鉱石の採掘場を熟知していると聞いたことがあります。もしかしたらその方であれば何かご存知かもしれません。なるほど、その線はあるかもしれませんね。ユーミル、これから向かう先々で様々な難事が待ち受けているでしょう。ですがあなたであれば打ち勝てると私は信じています。ユルレの民のために、そしてラスターのために頑張ってください。皆様もユーミルのことをどうかよろしくお願いいたします。ジョーちゃんのことなら心配するな。俺たちがついているからな。そうでしたね。あなた方がユーミルのそばにいてくださるのはとても心強い。どこから行くつもり？町へ戻りゴードンに話を聞いてみるか。リシェスの民の里へ向かうか。ネナンの雪化粧へ向かうかですね。面倒を避けるならネナンへ行くのが一番だろうが。大抵のことなら融通を聞かせてくれるが、今回の件ばかりは難しいかもしれんな。なんて泣き言の前に試すだけ試してみるか。
考えるだけ面倒だ。片っ端から潰していきゃいいだけのことだろう。ですが、虹の雫はやはり最後にした方がいいと思います。そうだな。森人と揉めるのは得策じゃないだろう。それならそれで仕方ないが、下手をして身動きが取れなくなることだけは避けるべきだ。議論したけりゃてめえらだけでしてくれ。どこ行くの？シュバルツ、待って！ダナオス様、行ってまいります。ご分を祈っております。あなた方に神のご加護がありますように。あれでよかったのか。お前の情報が確かなら、あやつも拒みはしまい。あれもわしと同じ魔に見入られたものだからな。ならばよいな。もはや古い慣習は捨てねばならない。そのためには痛みを伴うこともあるだろう。だが新しい時代を築くにはやむを得ぬこと。ユーミルとラスターであれば必ずや役目を果たしてくれるだろう。必ずな。